どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日朝起きたらですね、お知らせになんと長期イベント、勢力走破のご案内というのが来てたんですね。これは3月のアップデで実装されるイベントということになってて、実質ですね、今やってるゲームがシーズン1で、この3月のアップデ以降がですね、シーズン2になるっていうぐらいですね、かなり大掛かりなアップデート、ルールもかなり変わるということなんですけども、これに対する情報っていうのは、まあ、ちょびっとだけ出てたということなんで、それについて動画を作っていきたいかなと思っております。もしね、このお知らせにこの情報が来てるっていう知らんかった方にしたらですね、まあ新たな情報というのがあるかもしれないのでね、ぜひ最後まで聞いていただけたらなと思うんですけども、ここのお知らせに載ってること以上のことは僕もお伝えできないので、それだけはご了承いただけたらなと思います。三国志波動をプレイいただきありがとうございます。3月中旬頃より開催予定の長期イベント、勢力走破についてご案内いたします。勢力走破は全ての君主が複数の勢力に分かれ長期間競い合うイベントです。今回開催するイベント期間は魏、呉、蜀の3勢力で競いますということなんですね。なんで事前に今日動画を上げるまでに出てた情報ですね、なんで昨日以降に出てた情報だと、その勢力分けは行われますけども、そのどんだけの勢力に分かれるのかっていうのがちょっと謎だったんですよね。まあ、三国志なんで魏呉蜀は当然そうだろうとは思われてたんですけど、ここに軍友が加わったりとか、まあ、そういったのもありますし、その三国志のこの三国に分かれる前ですね、軍友割拠の時代だったらですね、結構勢力の数も多かったですからね、そんな分け方するのかみたいなね、ところがちょっと分からん部分あったんですけども、まあ、このお知らせでですね、3勢力に分かれるというのが発覚したということですね。で、3日間程度の準備期間がありますと。これは、アップデートが終わってから3日準備するっていうことかな。軍団長は、友好、括弧最大2つ、と、敵対、括弧最大1つの軍団を指定できます。友好軍団とは同じ勢力になりやすく、敵対軍団とはなりにくくなりますということなんですね。なんで、僕の今所属してる軍団、1つありますけども、僕のこの軍団と同じグループの軍団が2つあるんですよね。なんで、その2つを友好軍団に指定するとですね、その下、3軍団間で相互に友好が指定されていれば、必ず同じ勢力になりますということなんですね。なんで、ABC の軍団3つあって、この軍団が共に、その A の軍団が B と C を、B の軍団が A と C をっていう感じでですね、友好に指定するとですね、同じ勢力に必ず振り分けられるということなんですね。これは助かりましたね。めちゃめちゃ助かりました。僕の今のメインの軍団と、僕のサブが団中やってる軍団と、あと一つ僕の、まあ、作ってるグループの軍団があるんですけど、これが敵対勢力になってしまったらどうしようってずっと思ってたんですよね。で、ここでもう一つ分かるのがですね、サーバーを飛んでぐっちゃぐちゃに勢力分けするわけではないということだと予想されますよね。僕、6サバですけども、6サバ内で一応その勢力分けが行われるんだろうなと。いきなりこう、1サバとか2サバの軍団さんと対決するようなこととかになったり、組んだりっていうことは、おそらくないんじゃないかと、この現代界では予想されるような内容になってますよね。いやー、よかった。ほんまによかったですね。これで戦わないかんみたいなことがあったらですね、もう何のためにグループ作ったんかわかりませんからね。でですね、ただ一つネックなのが、その今僕メインからサブに、またサブからメインに攻撃する形で動画検証して作るみたいな形が多いんですけども、同じ勢力に振り分けられることによって攻撃対象にならないっていうことになったら、別勢力でですね、この言うたら協力していただける方っていうのをですね、こう、誰か募集せんかったら検証の方ができなかったりっていうことになりかねないので、そこだけね、その別勢力にその移動することができりゃいいんですけどね、寝返ってね。そしたらまあ、その言うたら今の僕のサブの軍団ですね、をちょっとその違う今の副団長に任せて、ちょっと一瞬違う勢力に行ってくるみたいなね、ことをして、で、その検証みたいな形ができれば一番いいんですけどね、もしくはもうどこにも所属しないみたいな選択肢ができたら、まあそのお互い攻め合っての検証っていうのも続けていけるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
ここがちょっと気になるところですね。なんとかこう攻撃手段というのを作っていただけたらなと思いますけどね。でですね、一番懸念されてることだと思うんですけども、これは僕がというよりはその全体的にっていうところなんですけどね、この三軍団間っていうので、その各サーバーの1位、2位、3位の軍団って多分いると思うんですよね、その強さ的になんですけども、その3つが談合して組んでしまったら、その言うたら勢力ポンとめちゃめちゃでかい勢力になってですね、その言うたらどこを義合職にまとめて振り分けられるということになったらですね、結局その勢力分けが行われて、はい用意ドンの段階でもう優劣が決まってしまうんじゃないかというような懸念があるんじゃないかなと思うんですけど、僕はねそんなことないんじゃないかなと思うんですよね。っていうのが、多分その軍団の戦力は、軍団というかその各勢力ですね、義合職の勢力のそのあれなんて言ったらいいんかな、その自分の総合力か、総合力的なのは合わせてくると思うんですけどね、勢力でね。なんで例えばそのそこのサーバーの1、2、3位の軍団が組んで義に振り分けられたとしますよね。そしたらその3軍団に匹敵するぐらいの総合力を持った軍団さんっていうのがその4つ5つと複数ね入るようになって、結局その両方の軍団での総合力っていうのは変わらないと。ただこの人数はその変わってきますけどね。なんでこう総合力が高ければその分人数が少ない勢力っていうことにされるんじゃないかなと思うんですけどね。でないとその分ける意味がないというか、今よりさらにひどい状況になると思うんですよね。今もこの言うたらサーバー1位ですねがその S 上と SS 上全部抑えたということで、この勢力分けイベントが始まるわけですよね。だからその他のサーバーの方だったら多分同じ感想を持ってると思うんですけど、 S も SS も全部抑えるって言ったらもう相当なことですよ。もう一強も一強ですよね。そんなぶっちぎりの状態になるっていうことが、まあちょっと考えられんのちゃうかなって思うんですけども、この勢力分けが始まってその総合力を均等に分けないということになったらですね、どこのサーバーでも同じ状況が起こりうるんじゃないかなと思うんで、ここはねうまく調整してくるんじゃないかなと思うんで、例えばまあその上位3軍団さんですねがこう、あ、こういう情報が出たんだ、だったら談合しようという感じで各軍団長と話し合いするみたいなのは、もしかしたら逆にそうすることによって総合力は高いけど人数が少ないみたいな勢力に分けられる可能性もありますからね。あんません方がええんちゃうかなと思いますけどね。もう個人的にはもううちみたいにですね、本当にこう仲良くって、まあ、横のつながりがある軍団を有効にして、でなんかこことは組みたくないな、一緒にやりたくないなっていう軍団をこの敵対のところに振り分けるというやり方が一番いいんじゃないかなと思いますけどね。そうすることによってその各勢力がですね均等な強さにもなってくるんじゃないかなと。この同じ軍総合力だったらですね、人数が多い方が多分有利やと思うんで、人数もね合わせることが可能なようなこう振り分け方っていうのにねなろうと思ったらですね、やっぱりその談合とかよりはそういった感じでやった方が、これは結局はその仲あんま良くないところと一緒になってとか、あと仲いいところとバラバラになってっていうのが嫌っていう意見を、まあその言うたら大事にして、こういったこう友好が2つとか敵対1つみたいなね指定ができるっていうことになってると思うんでね、ここはまあ純粋に素直に利用するのがいいんじゃないかなと思います。で、準備期間の終了後、すべての君主がいずれかの勢力に振り分けられます。ドイツの軍団にいる君主は同じ勢力になりますって書いてますけども、これ気になるんが、軍団っていう枠組みってそのまま残るんかどうかっていうところなんですね。すべての君主がいずれかの勢力に振り分けられて、ドイツの軍団にいる君主は同じ勢力になるとは書いてますけども、その言うたらその軍団自体はそのままですみたいなことはどこにも記載されてないんですよね。言及されてない部分になりますので、もしかしたら軍団っていう枠組みはもう消えさってしまうんかもしれないですけどね。
だったらそのどうやって意見を取りまとめるんだっていう話になると思うんですけどね。何百人っていう人数が同じ勢力になってて、でなんかバラバラにこう自分の好き勝手動くっていうことだったらですね、なんか戦略的な面白さっていうのはなくなってしまうんじゃないかなと思うんですけどね。なんでまあこの辺がどうなるかっていうところ非常に気になりますけども、僕自身はやっぱり軍団の枠組みっていうのは残しとってくれたらなと思いますけどね。今まで仲良く軍茶とかで喋ってた人と、その言うたら何百人もこう見てるような全体チャット、ギー版とか職版みたいなところでしか会話できなくなるというのはちょっと寂しいですよね。なんでまあどうだろうな、これ五分五分ぐらいかな、もしかしたらもう枠組み残るかもしれないですよね。僕のちょっと前の YouTube のコメントなんかで、これ枠組みはなくなりますよみたいなこと書いてる方もいらっしゃいましたけど、まだはっきりとしたことは分かりませんからね。ただ僕は残ってほしいかなと思っております。で、主要都市や拠点の選挙状況は全て出荷されます。あら、ここ僕ちょっと見落としてたわ。所属勢力の変更は行えません。え、マジですか。これはちょっと困りましたね。ってなったら、その僕のサブが団長やってる軍団と、今僕のメインが団長やってる軍団が同じ勢力に分けられると、攻撃し合えないっていうことになったら、これちょっと動画が作りにくくなるなという感じなんで、同じ勢力でも攻撃できる方法とかを作ってもらえたり、どこの勢力にも所属しないっていう選択ですね、ができるようになってくれたらありがたいかなと思うんですけどね。あ、なるほどね、勢力の変化行えないんですね。まあこれはね、半ばしょうがないかなとは思う部分はあるんですけどね。っていうのが、勢力の変更が行えたら結局その勢力分けをする意味がないですよね。今もう大体こう仲良い軍団、仲悪い軍団って結構分かれてますし、連盟みたいなのができてるサーバーっていうのもあると思うんですけど、その移動変更が行えたらですね、結局元の木阿弥になろうと動きますよね。だったらこうイベントやる意味がないと、一回こうシャッフルする意味がないっていうことだと思うので、変更は行えないということになってるんじゃないかなと思うんですけどね。ただそのうちみたいにちょうどね、3軍団が1つのグループでその相互でですね、有効指定して同じ勢力に振り分けられるみたいな場合はいいんですけども、じゃあそのグループが4軍団とか5軍団とかだったらどうしたらいいのっていう話になりますしね。ここはどうしても納得できん人が出てくるんじゃないかっていう部分ではありますよね。もうこの軍団とは死んでも一緒にやれたないわっていう軍団と、その絶対に一緒にならないようにする方法っていうのは今のところなさそうですからね。その友好軍団と同じ勢力になりやすく、敵対軍団とはなりにくくですからね。敵対に指定してたとしても、その必ずそれが反映されるとは限らないということになってるんでね。まあその勢力分けイベントをやるって決まった段階でね、ここら辺は必ず発生する問題で、もう運営さんもね、それはしょうがないと。それで引退する人が出てきても、そのこのイベントは強行した方が結果的にいい方向に向かうと判断しての、この勢力分けのイベントに踏み切ったという形になると思うんでね。まあただそういった理由でね、この引退者が増えるというのは寂しいんで、できたらね、まあその面白ない軍団と同じ勢力に分けたとられたとしても、その中でうまいことこう一緒に組まんでも楽しくできるみたいなね、方法もあるんじゃないかなと思うんでね、そこら辺は模索していただけたらなと思いますけどね。はい、いかがだったでしょうか。今回、僕がこのお知らせを読んで思ったことというのをお伝えさせていただきました。で、記載の内容に関しましては変更となる可能性がございますということが記載されております。なんで今読み上げたことが必ず実行されるかどうかっていうのは分かりませんのでね、その点だけご了承いただけたらなと思うんですけども、あまりにもガラッと内容が変わるのでね、これはかなり楽しみにしてるというか、そのワクワクドキドキって言うたらいいんですかね。楽しみって 100% 楽しみだって言い切れる人は少ないと思うんですよね。不安な気持ちもやっぱり混じってるんですけども、やっぱりちょっとドキドキしますよね。すごい気になってしょうがないっていう人も多いと思うんですけども、まああと2週間から20日ぐらいしたらですね、おそらく、まあ、全てがわかるんじゃないかなと思うんでね、良くなることに期待してですね、それまでちょっと英気を養っていく形でゲームを進めていけたらなと思っております。
そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。